皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。葬式というのはですね、これもし見られてる方でちょっと葬儀のこと考えておられる方をいろいろおってかまからんです。いつも思うんです。葬式って悲しいもんで、なんか嫌なもんで、本当負のイメージがものすごく強いんですね。で、実はですね、これそう、私も実は親を失うとるんで葬儀の経験しとるんですけど、葬儀が一つのけじめじゃあるんですね。で、葬儀の中で私が経験した中で一番やっぱり嫌じゃったんですね。何か言ったら、やっぱり父親、母親を棺桶に入れる時、母親の時はもう納棺立ち会わんかったんですね。それともう一つがですね、葬儀の時じゃったんですけど、これ今でも覚えてます。特に父親の時の方が印象強いんですけどね。ちょうどうちは浄土真宗ですから、葬儀の時に昇進芸って奇妙無量寿命来お経があるんですね。で、この昇進芸が始まった時にですね、私もしじゃったもんで、昇降の時があるんです。その時に昇降で呼ばれた時にですね、初めてそのもしをやった時、昇降へ進んだんです。で、昇降進んだ時にその後遺族、親族、みんながこう住み出したんですね。そうすると、あの時初めて思ったんですね。うわー、これ流れが見えるんで、自分の中で。うわー、これほんまに、親父と最後の別れなんじゃないって思ったんです。ほいで、お寺さんが退場されて、最後、花をこうやって入れて、棺桶の中に。あの時にですね、最初もしからどう、もしから、まあ当然入れていくんですけど、その時パッと入れた時にですね、歯はしゃもういいわって思ったんです。それでその時どうしたか言うと、お寺でまあ葬儀したんですけど、もうすぐ靴履いて外へ出たんですね。そしたら知人がおって、お前もしなのにええんかこんとこって言われた。いや、わしゃもうええんじゃいって、やれんのじゃいって思ったんです。で、やっぱり実際どういうんですか、最後にこう花入れる時とか納棺する時、親族の方が立ち会うとったら、やっぱりその時涙される方がおってんですね。特に納棺の時なんかにもおられるんです。やっぱり棺桶に入るいうのは、人生で初めて自分の本当近い身内が入っていくのは、おそらくほとんどの人が初めて見ているんです。あの時一番辛いんじゃろうなと。それで次に最後別れ、もうこれでほんまに終わりなんじゃと。火葬場の釜に入るときはですね、もう自分の中で、どういうんですか、うちの親父はカープが好きじゃったですから、カープのユニフォームとかですね、いろいろカープの選手のもろとるサインとか、あいなに入れて、それで自分の中で最後、どうぞ、もちさん、ゆうかお別れを、こうね、最後か見てあげてくださいって言われたときも、もうそのときはけじめつけとったんです。もう親父を置いて、これで、は、楽になるかな、というふうにですね。だから、あの時はとか収骨の時のはですね、もう親じゃ頑張ったんじゃけって。それでおふくろの時もそうでした。もうその時はそういう深い悲しみがなかったです。ただやっぱりそういうふうにですね、葬儀の中で、何の話をしよるか分からないようになりましたが、そういうふうに家族の人をやっぱり思うてんじゃろうのと、その気持ちはやっぱり葬式屋としてもですね、いくらご当家の方が他人じゃ言うてもですね、多分今こういう気持ちでおってんじゃろうのいうことはですね、忘れんように今でも仕事をしております。以上でございます。